KNH 神林農事放送局は、1957年、新農村漁村女性事業として、農林省から指定を受け、新潟県村上市に所在していた旧神を納め、農協、平林農協、神農協の三農協が事業主体となって開局した有線放送電話局である。2011年3月31日、 村上市情報通信基盤整備事業で FTTH 回線が整備されたことによる IP 告知端末の共用開始により閉局54年の歴史に幕を下ろした契約過程にはスピーカーが設置されていた局からの定時放送のほか集落内単位での地区内放送にも対応していた岩崎通信規制スピーカー定時放送プログラム定時放送関係は お昼のお知らせを除くほとんどが、ベージング放送により実施されていた。放送開始初期の電話機は、スピーカーに受話器がついたようなども、電子機電話機という設備だったが、1971年の自動化とともに600型電話機に変更、平成6年の放送設備改修に伴い、岩崎通信規制をしぼ断式電話機が使用される。番号帳と電話機契約者には、4桁の 電話番号が割り当てられていた。119は村上市消防本部上林文書。110は村上警察署小口川駐在所に割り当て。115では野菜の指標が聴取できた。先に記述した通り、1994年の放送設備改修により、ファクシミリやコールウェイティング、転送電話サービスなど、NTT 東日本固定電話とも遜色ない。 サービスが利用できた。NTT 東日本の固定電話、さらには携帯電話が普及した21世紀ですら、閉局前まで地区内の連絡には、老若男女問わず幅広く利用されていた。過去、上林村に影響があった災害時にも、優先放送は大きな力を発揮した。その他、2005年12月22日から23日に、かけ発生した新潟大停電時にも、 自家発電装置を用い、復旧まで優先電話、放送協継続することができた。また、2011年3月11日、発生した東日本大震災の際は、NTT 固定電話、携帯電話共通話しづらい中で、優先電話だけは、通常通り安定した受発信が可能で、各種機関、住民の間でも、積極的に使用された。くくもサービス終了間際に、 住民は改めて優先放送電話のありがとみを知ることとなった。ありがとうございます。